るか分かりませんけれども、2つ目のホテル B、2つ目のホテル B、つまり今2つ目のホテルっておっしゃいました。はい。どういう意味ですか。うちから離れておりまして、ずっとホテルを経験する生活をしておりました。先生、ちょっと黙ってなくて。あ、ゆりやすしの高田さんです。すみません。さっきからちょっとお話は出ているんですけれども、先ほどちょっと、妻は何も知りませんからというふうにおっしゃいましたけれども、奥さんは今回あなたが嘘をついて起こしてしまったこの大きな騒動について、それからあなたがしてきたことについて、どこまで知っていて何を知らないのか、その点を聞かせてください。それと、どんなふうにおっしゃっているのか聞かせてください。妻は、まずゴーストライターがいたっていうこと、もちろん宮城さんは昔から、直接お会いしないにいたことはありませんので、気を失ったりとかということで、2人だけで見つかったので、まず文春に書かれている妻がいるときに新垣さんが私と2人で会話をしているときに、そそくさと逃げ出したということは18年間一度もありません。エントランスで、もう僕は2人だけの秘密の話がしたかったので、妻にはもうとにかく新垣さんが来る前に出てってくれということで、エントランスする気だったり、昔はその横浜のそういうことで妙齢に決めるというそこで、彼は強い時間に妻が出かけていくというところで、駅で会ったよとかっていう話は聞きましたけど、部屋でそのようなことが行われて、私が、普通の会話をして、それを見て妻が何か動揺して逃げ出したというのが作り場です。あ、すみません、あともう一つ一点、その今妻が何を思っているかということは、私に対する怒りはもちろんありまして、すごく叱られました。で、その時にどんなふうにおっしゃったんですか。一番騙されてきたのは私だって言われました。この奥さんのお母さんが、あなたは嘘つきだと、早く私が生きているうちに帰ってきてほしいというふうにおっしゃってるんですけれども、そのお母さんに対して、広島の奥さんのお母さんに対して今どんなふうに思っていらっしゃいますか。妻は妻のお母さんですね、の発言に対してもう嘘発言だということで、名誉毀損で訴えていると思います。娘さんが実の母親を訴えると言っているということですか。そうです。産経新聞の土田と申します。そんなご時短が、朝鮮音楽を作られた、つまり現代音楽とはちょっと趣の違う音楽を作られたということを、私自身もその説明を聞いて非常に共鳴したんですけど、私以外にも、というか私などよりもたくさんの、演奏家の方ですとか、指揮者の方などが共鳴しまして、それで沢村剛さんの高級曲第1番を、非常に評価して、演奏したわけです。私はこの、朝鮮音楽というものを、現代でも、生き生きとしたものとして取り上げようという動きが今回の騒動によって、止まってしまう、
もしくは、それ見たことかっていうふうなことを言う人が出てきてしまう、そのことを非常に残念に思うんですけれど、田村浩二さんはいかがでしょうか。今本当にこういう罪や罰やそういったものが確実となったことは私とっては良かったと思っています。ただ朝鮮音楽にとってはせっかくの希望の光がですね、朝鮮音楽を愛していらっしゃる方の信仰を聞きたいという方の気持ちが萎えてしまったり、この先、この偽物のカメラ帽子が後に続くという人たちが萎えてしまって、気持ちが萎えてしまったりということがなくなってしまうのはとても残念なことだと思っています。フジテレビのノンストップ倉田と申します。よろしくお願いします。先ほど容姿の点で髪型がありましたが、もう一つサングラスについて、普段サングラスがないと明るいところピンスポットでは耳鳴りなどが生じてしまうということでしたが、今日はこれだけの時間かなりのクラッシュ浴びています。今大丈夫ですか。大丈夫です。この後ダメージが出ると思うんですけども、もう言い訳はしません。とにかくそういったことは関係なく、自分の顔を全国の親さんに探して謝罪しようという気持ちがありましたので。ただ関係なくとおっしゃいましたが、一つ今日は公正な立場で、自分の思うことを全て話したい、だから自分でこの会場を、セッティングしたと思われるんですけれども、となればそのこれだけの記者の方が集まって、そして自分もこれがメディア最後というふうにおっしゃっていました、ということは冷静に自分が話すためにもサングラス必要なんじゃないですか。あ、すいません、手首を叱られてございます。すいません、聞こえませんでした。もう一回お願いします。手首を叱られてございましたので、携帯はされているんですか。はい、今は持ってませんが、カバンにあった。もちろんサポーターもありますし、そういうのもあります。サングラスなど買われたお金というのはもちろんこれまでの印税というところからのものだったりすると思うんですが、そのお金に関してというのはこれからどういうふうにご自身で考えていらっしゃいますか。もう音楽家であることはありませんし、これからは何をしていくか自分でもまだ全く、まず謝ることが一番だと思っているので、全く考えられない状態でいたす。それこそ自給自足の生活をどこかで田舎でするとか、それは全く分かりませんけれども、自分にできることをどこかでやって、負債があればそれを感じていくというようなことを一生続けていくんだと思います。ごめんなさい、最後に一つだけ、たくさんの方が記者質問している中で、佐村浩二さん、立つ方、今私と話していますが着席している方、これの区別というのは何なんでしょうか。ご自身の中で意味がちょっと分からなくて申し訳ないです。立っている人と、はい、立って受け答えをされている方、その他座っている方多いと思いますが、
ご自身の中でどういう思いがあって立つ座るを今していたんでしょうか。あ、私ですか。はい、私が立ったのは、立った方たちは私が直接知るですね、私が、大切に心の中で思っていたのに裏切った方たち、知人です。すいません。新聞の半場と申します。先ほどから2人だけの秘密ということを何度もおっしゃっているんですが、NHK スペシャルのディレクターだったり、あるいは日本コロンビアの関係者だったり、本当にその事実を一部でも知っている人は他になかったのでしょうか。避難を受けている方がいらっしゃるという、手話通訳の方はみんなそうですけども、誰も全く知りませんでした。報道後に前から知っていたけど、私は知らなかったことにしてほしいといった口止めを受けたこともないという理解でいいですか。はい、誰もありません。あともう一つだけ教えてください。細かい話で恐縮なんですが、現代天礼の指示書の中に受難のところでモーツァルト、オルク、カルミナ・ブラーナと並んでペンデュラムとあるんですけど、これが何を意味しているのか教えていただけますか。ペンデュラム、オーストラリアのロックバンドのペンデュラムではないですか。ペンデュラムって見てもらってもいいんですけど、まあ、何かで調べてそのような意味合いのことを書いたんだと思います。
フジテレビの徳田の小林と申します。先ほど新垣さん他を名誉を務める2回というお話をされていましたが、どなたを名誉を務める2回られるのかということと、また1回の時は民事なのか刑事なのか、どこの警察、今裁判所なのか、どういうところを教えていただきたいのと、その際の代理人を教えてください。はい、まず弁護士の方はほぼもう内定していて、来週にもお会いすることになっております。まだ名前は申し上げられないんですけれども、はい、それが分かっている上で私個人の意見として伝える用意があるというふうに伝えたんですけれども、どなたを伝えようとなさっているんですか。新垣さん他って先ほどおっしゃっていたんですけども、他の方っていうのは、まあ、まだ決めかねているので、はい、それはどういう対応で決めかねてらっしゃるというのは、新垣さんは絶対訴えるけれども、それ以外の方はまだそうするべきかどうか考えていないということです。民事の問題に関しても、随分こう違うところがあるとおっしゃってましたけれども、記事を書いた市の方とかっていうのは、その辺りに書かれたりしてるんですか。はい、はい、困ってます。